こんにちは、立石凛です。今回は私もすごくお世話になっている会社にやってきました。コロナ禍でも原点を大切にし、自社のコンテンツを生かし続けたという、その原動力に迫りたいと思います。この番組は中野エリアを舞台に、コロナなどで経営環境が一変する中、業務の効率化や新事業などに着手している企業を声優6人が徹底取材、深掘りします。聞いてきました、中野の企業の輝く秘密。私が訪れたのは中野坂上駅から降りてすぐの場所にある株式会社ブシロード。カードゲーム事業を筆頭に、アニメやゲームの制作、グッズ開発など、エンターテインメントを中心に各種コンテンツのプロデュースを手掛けています。またライブや舞台などリアルイベントも開催、新日本プロレスやスターダムの興行も行っています。失礼します、よろしくお願いします。どうも、いらっしゃいませ。お願いします。ブシロードの橋本です。取締役を務める橋本義孝さん、コーポレート部門の責任者です。この部屋は私もあの YouTube の配信とかで使ったことがあるんですけど、はい、配信専用のお部屋なんですか？そうですね、あのここはですね、ブシロードの本社内にある配信専用のスタジオとなっております、はい、この配信専用のお部屋を作られたのは、はい、コロナがきっかけになるんですか？あの元々はこの本社ビルに一つあったんですけども、はい、コロナになったちょうど2020年の春頃からですね、はい、もう一個社内に、このビル内に作りましてですね、はい、バンガードとかバンドリとかですね、はい、D4DJ とかですね、はい、それをユーザー様にご紹介するために声優さんにですね参加いただいて番組作りを多数しているという、うん、そんな状況でございますね。なるほど、はい、そもそもなんですけども、はい、イベントを多用する会社でありまして。そうですよね、はい、あのカードゲームも音楽のイベントも、はい、それからプロレスもですね、はい、基本的にリアルのイベントありきなんですよね、うん、でやっぱり影響一番大きかったのは音楽ライブと、はい、プロレスですかね。どんぐらいこう集客ができないとかあるんですか？そうですね、最初はですね、はい、2020年の頃はですね、開催そのものができないっていう期間がかなりあったんですね、うん、そうですね、それで開催が可能になった後もですね、はい、キャパ、会場の大きさに対して半分までしか入れられないよとかですね、はい、マスクしてください、声出しちゃダメですよとかですね、うん、まあ、いろんな制約があったわけですね。そうすると単純に計算しても売上が半分ですよね。でかといって、まあ、制作費を下げるわけにいきませんので、そうするとですね、やっぱ会社の業績もちょっと下がっちゃうわけですよね、はい、うん、まあ、特にそういう意味ではですね、このプロレスの部門と音楽の部門はですね、まあまあ本当にもう会社、あの事業自体が赤字になっちゃいました、ね、あ、そうなんですね、はい、我々はコンテンツの会社、そしてあのイベントを主体としている会社であるっていうところがあって、はい、イベントそのものがですね、あるいはライブそのもの、あるいはプロレスそのものがですね、コンテンツの中身そのものだったりするものですから、はいはい、あのこれを止めるわけにいかないということで、うん、継続してそれをやってきたわけなんですね、はい、まあ、これをですね、もう、まあ、コロナになった早い段階に経営会議でもジャッジしてですね、はいはい、もう赤字になってもいいからやろうということで、はい、それで止めてないわけですね。あ、そうだったんですね。日々地道にやっていくしかないっていうところがあります、はい、例えばですね、政府の補助金をありったけ調べましてですね、うん、はい、もうありったけ申請しました。もう皆さんもやられてると思います、うん、誇張金から始まってもういろんなものがあったわけですけども、はい、それを一個一個可能な限りやりました。資金面もですね、やはり経営面が心配になってきますんで、はい、融資、これをですね、うん、銀行さんにですね交渉して可能な限り融資をいただくというですね、はい、そういった取り組みをまずこの経営のベースとしてやってですね、それから配信のスタジオをご覧になっていただいたと思うんですけども、はい、まず配信番組を増やしましたということですね。予定していたライブが、あるいはあのプロレスも含めて開催できなかったわけですから、はい、そういった時には配信番組上で一緒に楽しみましょうというですね、うん、選手と声優さんと、はい、一緒に楽しみましょうという番組をたくさんやりましたですね、うん、カードゲームに関しましては、はい、あの
リモートでですね、リアルのカードを対戦できる環境を作ったんですよ。リモートで対戦ができるんですか？そうなんですよ、はい、ディスコードというですね、ゲームのプラットフォームがありますけども、はい、そちらにですね、カード自体を、リアルのカードをスマホのカメラを使って映していただいてですね、はい、全世界 のユーザーさんとですね、対戦できちゃう。アメリカのユーザーさんと、はい、明日はシンガポールのユーザーさんとですね、国を越えて、国を越えて対戦できちゃうわけですよね。すごい、そういったようなことができるようにしました。でそれ以外にはですね、その時土器の政府の規制があるんですけども、はいはい、政府の規制とですね、それと会場側の規制というのもあってですね、単純にテレビで政府が発表して、まあ、半分までだったら入れていいですよって言ってもですね、会場がノーだっていうケースもあったりしてですね、まあ、都度それに応じてですね、お客様の入り人数っていうのをコントロールさせていただいたわけなんですよね、はい、いろんな取り組みをした上でエンタメをずっと続けてきたっていう、はい、ということですね。なるほど、はい、配信を、例えば音楽ライブの配信をですね、このコロナ期間中実施することをやったんですけども、はい、海外のですね、ユーザー様にもですね、届くっていうことがですね、副次的に得られた結果だと思いますけども、はい、かなりの海外のお客様にもリアルで見ていただくことができました。でこれによってですね、コンテンツのコミュニティ形成にも役に立ったと思いますし、はい、コンテンツバリューを高めることにも貢献でき、ことが実現できたんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど、はい、この前も声出しライブの、はい、西武ドームのところでやられてたりしてましたもんね。はい、ようやくフルフルにキャパに対して入れること自体は OK になってるんですけども、声出しをする際にはですね、会場に対して未だにやっぱり半分しか入れてはダメですよと。ですので、その西武ドームの時もですね、お客様半分にさせてもらって、はい、それでその代わり声出し OK っていうですね、まあ業界に先駆けてですね、エンタメを先行して走る会社としましてですね、声出しイベントを先にやらせていただいた。プロレスの方もですね、毎年1月4日に開催してるんですけども、はい、継続しない限り声出し OK というですね、政府から、そして東京ドームさんからも、まあ、許諾をいただいてですね、ついにはそういう声出し OK イベントを開催することができるようになったところですね。なるほど。ブシロードですね、創業の最初の事業がバイス・シュバルツというですね、はい、うん、いろんなアニメ、ゲームの他社のコンテンツをお借りしたカードゲームからスタートしておりますので、はい、このノウハウが生きてですね、カードゲームだけじゃなくってですね、はい、音楽、ゲーム、うん、グッズですね、はい、こういったところまで他社のコンテンツを活用させていただいた商品を作っていくことを取り組んだんですね、うん、実はこのコロナの期間中にですね、他社コンテンツをお借りしたビジネスが、まあ、自社コンテンツのビジネスよりも大きくなるぐらいのですね、そのぐらい成長することができたわけです。今後とも自社コンテンツは再度アクセルを踏んでいくわけですけども、はい、一方でこの他社のコンテンツとコラボしたビジネスですね、こちらをさらに強化して、この両軸でですね、ビジネスを成長させていきたいと。チャンスが来てると考えてるんですね。お、海外です。はい、もともとその日本のアニメは海外でも人気が高かったんですが、まあ、5年か10年が早まったみたいなぐらいですね、はい、日本アニメがですね、海外でファンが増えたんですよね。大手のプラットフォームでですね、はい、日本のアニメ、これはキッズものだけじゃなくて、深夜の大人向けのアニメに至るまでですね、全世界で配信されるようになりましたので、日本アニメといえば一つのジャンルになったぐらいのですね、はい、まあ、そういったところまでお客様増えてきてるんじゃないかなと私は考えてます。ですので、我々はこれでバイシュバルスの英語版がぐっと売り上げが伸びましたし、うん、今後多言語の展開もしていくということも考えていきますし、自社コンテンツに限らないですね、他社の IP とコラボさせていただいたですね、うん、サービスを海外でも展開していきたいと、このように考えているわけですね。今後もじゃあ日本だけにとどまらず、はい、こう世界に展開していくブシロードさんにとても期待しています。はい、はい、どうもありがとうございます。本日はいろいろ教えていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。橋本さんにとって中野とは
発信基地です。特にアニメ業界はそうなんですけども、東京の西側にですね本社を構えている会社さん多いんですよ、はい、それからですクリエイターさんアニメーターさんはじめですね多くの方々がですね、はい、こちらが東京の西側に住んでる人が多いんですよね、そういう意味ではですねこの中野を拠点にするとですね仕事がしやすいんですね。それから皆さんにもお越しいただきやすい、はい、まあ、そういった側面もありますので、まさにここが発信基地として機能しているわけなんですね。